ということで、諸君、よく来てくださいました。ということで、今日はですね、こちらのね、画面にドカンとあります通り、最強のパンツ紹介、んープンプンプン。パンツ紹介していきたいなと思います。イヤホンは絡まってますけども、えー、たんか絡まんように、えっ、ー、と、滑舌よく喋っていきたいと思いますので、最後までね、ご視聴、よろしくお願いします ということでね、もうね、全部リーディングリストにありますので、とりあえず1個ずつね、あの最強のパンツ紹介ということでね、あのパンツを紹介していきたいと思います。うん、僕が買いたいパンツをですね、今からあぶり出していきたいなと思います。ははいそれでは S go! <S はい、ということでやっていきます。1個目はですね、こちら、えーと、カオスフィッシングクラブということでね、いつもね、パーカーなりトレーナーなり、いつも紹介してる時にね、大体出てくるんですよ、えー。カオスフィッシングクラブ、こちらはですね、めちゃくちゃかっこいいあのブランドでございまして、僕の大好きなブランドでございますね。やっぱりめちゃくちゃかっこいいんですよ。うん。カオスフィッシングクラブで今回ね、パンツということで、見ていかさせていただいたのですが、こちら、えー、ちょっとね、英語は弱いんで、あれなんですけど、アンチョア NMB Dahil yung まあ、とりあえずナイロンパンツなんですよ。このナイロンパンツなんですけど、めっちゃかっこよくないですかはい。これ、近くで見た感じ、こんな感じでございます。これ、ナイロンですね。ナイロンパンツです。ここにね、右のところにこのカウスフィッシングクラブのね、3段のロゴがありまして、左の桃のところにこれね、なんかパッチがついてるんですよ。裏はこんな感じになってて、お値段2万ぐらいなんでね、結構いい感じのね、しっかりしたナイロンになるんじゃないかなと僕は思っています。はい。こんな感じですね。近く見ると、こういう感じのね、ベージュもあるらしいですね。こっちの方が見やすいかなパッチついて てたんんでですすけどこんな感じでございますちょっとね何が何かよくわかんないんですけどやっぱカウスフィッシングクラブということでここにね魚の針があるような感じでございますかね僕のイメージなんですけどなかなかねあのナイロンパーツにまあこういうねワンポイントのねカウスフィッシングクラブっていうプリントとかが入ってたりするのはまあ見かけるっちゃ見かけるんですけどこういう感じのパッチとかが入ってるっていうのはすごくね珍しいんじゃないかなと思いましてしかも普通にねインスタとかを見てたらね結構ルックとか載ってるんでね見てほしいんですけどねめちゃくちゃかっこよかったんでおすすめしておきたいと思いますはい それでは、次、モスということで、こちらでございます。はい、みんな大好き。こちら、ポーラースケートのビッグボーイということで、ビッグボーイでございます。この間ね、僕も動画ね、一本出させていただいたんですけど、いつもね、もう最近すごい吐きまくってるね、ダークブラウンみたいな感じの色のね、あの、ポーラーのビッグボーイを僕は持ってるんですけども、オンラインの公式のやつやとね、ちょっとね、売れ残ってるやつがなくて、この変な色しかなかったんですけど、変な色って言ったらあかんけど、こういう感じの色のやつしかなかったんで、これを紹介するんですけど、やっぱりね、 ビッグボーイやばいよとやばいよやばいよと、はあ。やっぱビッグボーイの特徴としましてはえっ、ー、とねここにねビッグボーイくん通称ビッグボーイくんってやつがいるんですよここに、うん、コインポケットのところに刺繍でねバッチリビッグボーイくんが写ってまして後ろのね腰のところにもこういうビッグボーイのパッチがありまして裏の部分にねここにビッグボーイのタグみたいなのがついてます。 っていう感じのディティールで普通のデニムっぽい感じなんですけどサイズ感が最強なんですよねここにサイズ感がボワーっと乗ってると思うんですけども、まあ、ちょっとね英語のあれなんでもうサイズ感とかねもう僕のあの動画見てくださいということでめちゃくちゃもうマジでねこちらはですねこの画面上で紹介してるけど僕の動画見てもらうと分かるとわかる通りめちゃくちゃサイズ感がいいんですよマジでサイズ感というかもうねシルエットとかもバッチバチっすねもう最強です っていうことでねこちらはほんまになんかデザインとか関係なく普通にねめちゃめちゃ激推しできる一品となってますのでねもうダボパンでね渋いの1個ないかなーみたいな思ってる人はね絶対これ買ってください125ドルみたいな感じの表記になってるんですけど日本で買うとど,どれぐらいかわかんないんですけどメルカリとかでもちょっと高騰してますけど2万ちょいとかで売ってますって感じですねえ僕は身長169なんですねそれでね僕は S サイズを履いております ダボ、ダボパイのに S かいと思ったと思うんですけどもね、マジで S でちょうどっすよ。ほんまに。めちゃめちゃでかいんで、これほんまビッグボーイっていうだけあってね。なんでね、もう170前後の人はね、もう S ぐらいでいいんじゃないかなと思います。175とかなってくると全然 M とかでもね、いけると思うんですけども、170ぐらいの人はね、S がいいんじゃないかなと思ってます。もう言わずと知れた名作ですから、もうみんな知ってると思うんですけど、まあ一応紹介しときます。NEXCO! ということで、次はね、こちら、ちょっとね、プルーブさん、東京に店舗あるじゃないですか、僕行ったことあるんで ですけどあのプルーブさんのちょっとねオンラインの中でね見させていただきいていおりますこのヤードセールこちらヤードセールでございます結構前もねなんかヤードセールのパンツすげえかっこいいなーみたいなんで紹介したことがあると思うんですけどめっちゃいいですよねステッチが入ってるやつが好きなんですよブルーになってるんですけどまあ赤とかね後ろのポケットのね刺繍もめちゃくちゃかわいいしこれがねなんかお化けみたいなやつになってるやつも僕好きなんですけどでっかい刺繍があってステッチがね青になっててねすごいねわかりやすいっていうのがね僕はかっこいいかなと思ってますバリシブないですか 感じでねでかい感じのシルエットでねめっちゃかっこいいのにこういう感じのステッチとか色変えてねあのおしゃれな感じが出てるのが僕はとても好きでございますこういう感じのねルックになってます結構ダボっとしてるっすよね結構このね渡りとかも広いしまあここでテーパードかかってる感もねしっかりあると思います2万円前後しますねやっぱここら辺しますよねやっぱりスケボーブランドとかのねデニムとかってねめちゃくちゃかっこいいので、まあ、これぐらいしたりすると思うんですけど大体これぐらいですよねはいちょっとねこれはマジかっこいいなと思います はい、次もね、同じような感じでございます。こちらね、FA ホッケーということで、ファッキンオーサムのオンラインに入っております。ファッキンの方なんですかね、FA ですね。フェチェッケ、フェフェケ、バーギーデニムですね。ファッキンのバーギーデニムでございます。ウォッシュドブラックということで、えっ、ー、とね、 シド現れたということでね霞んな感じになってるんじゃないでしょうかはいこれも絶対かっこいいよとうんこのねウォッシュドブラックっていうのがいいですよね真っ黒というよりかはちょっとこういう感じのねあの古着っぽいというかちょっとかすんだ感じのね黒がねかっこいいんですよフロントはこんな感じでここにコインポケットになんかありますね シュレットがもうめちゃくちゃ良さそうじゃないですか。で、バックはこんな感じということで、結構まあ、これはやばそうやな。フロントのホックのところもね、ここ、ファッキンのね、くるーってな、ね、んか、螺旋状になってるね、このファッキンの文字が入ってるボタンに、こういう感じで、紫のタグがつ,ついてますね。で、このコインポケットのところには、このかわいくね、ピンピンピンみたいな感じでね、 こういうタッチの文字好きなんですよ。めっちゃかっこよくないですかやっぱこういうさりげないところにスッと見えたりするのがね、かっこいいですよね。あらかわいいということで。うーんん後ろのパッチのところにもね、これめちゃかっこよくないですかこのファッキンのシルエットが肩取られてるやつね、これめちゃかわいい。うん。 この全体像を見てほしいんですけども、マジでめちゃくちゃね、これはもう間違いないだろうって感じですよ。サイズガイドとか見てもね、最高ですよね、多分。これめちゃくちゃかっこいいと思います。でもまあまあ、その分値段しますね。28,600円ということで、まあそれぐらいはしますよという感じなんですけどね。まあデニムなんでね、それは高いですよって感じでございます。はい、次。 ノースということで、次はこちら。の葉っぱのマーク。ポン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 ということで、僕が大好き。マゼンタマゼンタスケートボーツということで、マゼンタでございますね。マゼンタのね、ブルーズパンツの、えっと、カーキーがありましたので、ちょっと紹介していきたいと思います。可愛くないですかやっぱね、マゼンタ特有のね、このね、紐が出てるやつがありまして、これが好きなんですよね。で、ここの右の上の方にマゼンタの葉っぱのなんかがついてます。可愛くないこれ。めっちゃ可愛い,いでっすよね。この腰で絞れるんか、これ、こいつは最強なんですよ。このルックで、これめちゃめちゃかっこよくないですかこの感じ。 やばない。バリ渋ない。渋いっすよね。うん。このパンツ。はい。ということで。まあ、こんな感じのパンツがマゼンタから出てます。というわけでございました。次はい。ということで、次はこちら。GX1000! ということで、GX1000 でございますね。GX ね。こういう感じのバーっとある中で僕はパンツがね、こちら。こういうね、パンツが出てるんですけど、可愛くないですかね、紫のパンツなんですけど、昔見たことあるような、この亀の、なんか、なんか忘れたんですけど、亀のキャラクタースプレーで書いてるよみたいな感じののがポケットに映ってるんですけど、これめっちゃ可愛くないですかなんか、ポップな感じで。ね、これ、可愛いよね、めっちゃ。まあ、サイズ感とかもすごいね、良さそうで、でかいポケットあって、 ドロコードかなんか縛るやつがついてるんでしょうねここにミニってあってめっちゃ普通にかわいいですよねコーディロイになるんですけどこれもかわいいですよねこのなんかね GX ポケットのところの刺繍がすごいかわいいですね ほら、かわいいでしょこれ、コーデュロイなんですけど、若干もう暑いかなと思うんですけど、普通にかわいいからね、これ欲しかったんですよ。ちょっと前からで。サイズ感的にもね、あの、スケートビデオとか結構出てるんでね、見たんですけど、めっちゃね、かっこよかったです。めちゃダボっとした感じですごいかっこよかったです。はい、ということで次は、<laughs> こちら、ポンポンポン、アップ、アップ、ーンということで、ホームイズネットワーク、ポーン ホーミーズネットワークということで、えっ、ー、と、パンツを調べたんですけど、これね、公式のやつでね、全然乗ってなかったんですよ。多分ね、売ってるやつしか多分ね、公開してないパターンやってなかったので、こちらでね、あの、普通にね、ぐるぐるで調べた感じになるんですけど、こちらでございます。めちゃくちゃいっぱいあると思うんですけどね。ホーミーズのね、これ、パンツパーリー可愛いんですよ。さっき言ったみたいに、このね、でっかいね、パッチとか、こういうね、キャッチーなね、感じのデザインが入ってるのが僕好きなんで、これめっちゃ可愛くないですかはい。 これ多分、プルーブで多分撮られてるやつだと思うんですけど、めっちゃ可愛い。何回か僕見たんすけどね、サイズ感とかもめっちゃいいし、結構いい感じの黒してました。ほんまに、本物。いや、可愛いっすね。こういうキャッチーな感じで。ありがとうございました。みんなチェックしといてください。ホーミーズネットワーク。ポンポンポンということで。お次はこちらぬん。ぬん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 。 うぬぬこちらはね、忘れてはいけません。こちら、ダイムでございますね。バギーデニムということで、多分僕、一回ね、履いたことあるんですけど、バーチかっこよかった。このパッチ、えぐないまず、このパッチ、めちゃくちゃ渋ないですか。おしゃんすよね、これ。ダイム。さすが、ダイムって若干、なんか、おしゃんな感じしますよね。これ、よく見たらなんですけどね、この後ろのね、このバックポケットがね、歪んでますんすよ、これ。うん。ウィーンって歪んでるんですよ。バリオシャンっすよね、やっぱ凝ってるっすわ。うん。ほら、こんな感じで、めっちゃ歪んでる。 これねバーリー可愛いいっすね。ありがとうございますって感じっすよ。僕も一回履いたんですけどちょっとその時に、ね、お金なくて買えなかったんですけどバーリー迷ったからねそれでも、うん。ほんまにめちゃかっこよかったっすよ。でカラー的にはこういうブルーかな綺麗なブルーのやつもあればこういう茶色もありますと。 ちょっと赤みがかった茶色もありますよといった感じでカラーバリエーションもありまして。で、値段はね、16,400円 JPY ということで。いい感じなんじゃないですか若干さっき紹介したやつらよりかは安いでしょこれ結構おすすめですよ。黒とかソルダートしてますね。黒がやっぱめちゃくちゃ人気ですから。で、ダイム見てて他のやつで行くとこちらですね。スプラッシュ、トラックパン、ポンということで、はい。これ1 6 0 0 0円ぐらいなんですけど。 近くで見たらすごいな模様がフォンフォンフォンと出てくるんですけどこれねやばないですかめっちゃかわいくないですかトラックパンツということでまあちょっとトラックパンツって書いてるんですけどこれ見てください100%ナイロン HERE ということでナイロン生地なんですねこれが渋いっすよねマジでナイロン 近くわかるかなナイロンでイダイムのね字がプリントされてて裾のとこが切れるようになってます靴を覆いかぶさる感じもできますよみたいな感じですかねオーバーなシュレットにしたいときはちょっとこれをピッと開けてみたいな感じなんですかねこっちのカラーもあるんですけどこっちの S は残ってますねこれもめっちゃかわいいすけどねはいダイムナイロンダイロンダイムのスプラッシュルナイロントラックパンツとっても良かったと思います次は、はいということで次はこちらでございます ということでこちらスタージーズって書いてるんですけどこちらですねカーペットカンパニーでございますねうん、多分合ってるよねカーペットカンパニーこちらのパンツバリ可愛いないですかこれもちょっとデニムの僕デニム好きなんでねデニムばっか紹介しちゃうんですけどこのカーペットっていうねちょっとグラフィティっぽい感じのね 文字が水色とと黒でねね刺繍されてますとでこの、ね、なんか変な位置変な左下の位置になんか変な男の子いるんですよちょっと近くで後で見,見せますんでちょっと待ってねこういう感じのタグがついてましてでここにねこ,このねこのロゴがねこれが代表的なマークやと思うんですけどもここにカーペットってありましてさっき言ったやつね刺繍でこれめっちゃ可愛くないですかこの変な位置におる男の子が僕は味そうですねバリ可愛いですねはいということで僕はこのカーペットカンパニーのねこのジーンズの この変な位置の男の子がお気に入りでございます。はい、かわいいですね、これ。はい、ということで、もう一個カーペットね、カンパニーでちょっと探してみたんですけど、ダブルニージーンズということで、こちら、ダブル2のジーンズ、うん。やばい。ダブル2にジーンズ。もうやばいということで。まあちょっと値段はさっきより高くなる。まあこれ、ドル表記なんでちょっとわかんないんですけども、ステッチがオレンジで結構ね、しっかり残ってまして、こういう感じでね、さっき言ったみたいにダブルニーあ、結構範囲広めのダブル2でございます。 バッチバチのダブルニーね。このダブルニーのこの切り返し、切り返しのとこにボタンがあったりとかしますもんね。後ろも可愛いんですよ。これステッチこうバーッと残ってて、ペインターパンツっぽい感じで。ほんで、ここにね、カーペットカンパニーの刺繍があると。これめちゃ渋ないですか結構濃いめのインディゴブルーみたいな感じで、このね、このカーペットカンパニーの刺繍とかもバリ渋いし、このデニムやばいっすよね。これ履き潰したらめっちゃ渋いデニムなりそうっすね。はい。ということでございました。 っていうことで、一周回って回って回って、こちら。マンフーポーンということで、いつもね、マンフーはね、紹介するんですけどもね、このマンフーのパンツ、えー、TC ツイールチョコレートということで、これ欲しかったんですよ。僕が見た時にはもうね、ソルダーとしてとってね、ちょっと残念やったんですけど、これ可愛くないですかこういう感じです。ございますね。TC ツイールなんで、なんか、なんかディッキーズの874とかも使われてたような気がします。こういう感じですね。腰のところはね、こういうゴムも入ってるし、 これ紐でもね調節できますよ系のやつですよねだから紐みたいなのが入ってるんですかだから縛れるようになってるんですねかわいいですよね僕はねチョコレートよりねこっちのカラー、うん、灰色のカラーがめっちゃねかわいいなと思ってこの灰色のカラー欲しかったな値段もねまあ13000円ぐらいでねパンツとしては若干安いぐらいの感じで買えるんでねとってもかっこいいんじゃないかなとおめでマんふといえばこちらですよ Painted by the y o s h i ということで、もうマジアートって感じのパンツっすよね。これベリベリ可愛いっすよね。これめっちゃ可愛いっすね。もう売り切れてるんですけど、これめっちゃ欲しいです。ということでした。はい、ということで、こんな感じで今日は終わりたいと思います。最強パンツ紹介。